キックオフ。本日の主審はサルバトーレ・インノチェンティさんです。アプローチしていく、ゴー！いやー、やりました。あー、これはしかしオフサイドか。これはノーゴールということになります。オフサイドです。いや、惜しかったですね。さあ一旦仕切り直されます。フリーキック、軽く出して、細かいボールの奪い合い、中央上がっていく、チェック、下げて、ここはサムエル。インテルとしてはね、まあうまく守れてると思いますよ。チェック、中に誰か来てますよ。二人いますよ。右足だ。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。さあボールが入ってくる。ここは精一杯クリアします。マイコン、スタミナ強烈です。中にスッと入ってきますね。味方がいないところへ流れた。前半の15分が過ぎました。サイドからいい上がり方をしてますね。ちょっと当てる選手が少ないか。右サイドを駆け上がっていきます。中に誰かいます。行くか。インテル、コーナーキックを得ました。誰に行きますかね。さあ入れてきた。動いた、拾いましたね。先制のチャンスだ。いい守りを見せました。左へ出した。チェック、チェックに行く。一人で持っていく。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。追っていく。前半30分を回ろうというところ。おっと、なんか誰もいませんよ。インテ、ここはピンチを出しました。一人いい動きを見せてますよ。セギに行く。ヘッド、ゴール。さあインテル、思わぬ形で1点が入りました。中盤でしっかり展開してますね。今行けますよ。クロス上げるか。ヘッド、ゴー。いや、面白くなった。
さあインテル、ここで試合を振り出しに戻されています。マイコン、さあ一人でキープ、中に誰か来てますよ。チェックに行きます。一人いい動きを見せてますよ。ピンチを逃れました。攻め上がったんですがここはうまくいきません。スコールズ、インターセプト、チェック、中に誰か来てますよ。一旦戻して、ロスタイムも残り2分を切りそうです。チェックに回る。マンユー、ここはしっかりと守りました。いい位置からの展開ですね。危ないところでした。ここで前半終了。さて北澤さん、はい、この試合の前半戦振り返っていただけますか。エンドが変わって右にマンユー、左にインテル。真ん中から行く、通ります。さあ入れるか、頭で合わせた、ゴール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 。さあマンユー、なんとか1点取り戻したい。真ん中いい上がり方してますね。やや中のフォローが遅いか、中にスッと入ってきますね。チェックきついですよね。ここはなんとかクリアです。タクソン、サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。大きくいい展開してますね。真ん中から走り込む、ボールが渡る、ここで奪い合う。ディエゴ・ミリート、エトー、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一歩及びません。マンユー、ここからの攻撃になります。中央を走り込んでいる、うまく受けました。チェック、セギに行く、同点のチャンス、シュート、マイコン、アプローチ、スペースをうまく使おうとしますね。ここからバクソン、チェックきついですよね。両サイドよく動いてますね。同点のチャンス、中に人が、決める、いやまた打つ、これで試合も面白くなってきましたよ。いかがでしょう。これでさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですよね。真ん中に行く、中には2人いる、そのまま合わせた、1対1か、決め、さあここで引き離そうというのはインテル。前線です、真ん中から走り込む、前方へ、ディエゴ・ミリート待っている、中に誰か来てますよ。
反撃を縫って出てくるのが合わせた、精度を欠くボールでした。しかしすごいシュートでしたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。万有またメンバーを入れ替えてきます。後半30分を回ろうというところ、追っていく、中央よく動いてますね。うまくトラップ、一人いい動きを見せてますよ。おっとここで笛が吹かれました。オフサイドですね。はい、フラッグが上がっています。オフサイドです。大きく回します。大事なところ、折り返せるか、回してキャリック、かなり動いてきてますね。ここは誰も走り込んでいません。右に出して大きくいい展開してますね。さあ来た、味方がいないところへ流れた。いい守りを見せました。両サイドよく動いてますね。万有今のところ1点のビハインド、ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが。そうですね、そんな流れになってますね。前に出した、そしてカンビアッソ横へ運んでいきます。左サイド、かろうじてクリアしました。守りを固める、中に誰か来てますよ。チェックに回る、ピンチを逃れました。ここはディフェンスされました。笛が鳴りました。インテル勝利です。接戦をものにしました。